こんばんは、私の声が聞こえますでしょうか。私の声が聞こえるまでに10秒ほどかかるらしいんですけど、聞こえますか。このぐらいでしたかね。はるか10億光年の彼方、東京銀座ブルーアイズより、配信をしネット配信をしております。倉吉の皆様こんばんは。皆様なんかニュースでは、ね、雨で大変だという話もありますけれども、大丈夫でしょうか。被害などないことを心よりお祈り申し上げております。今日はですね、牧田経営、研究会の、リモート総会ということで、それの懇親会の、ということでですね、今日はこの東京の、銀座のブルーアイズから、私たちが、出前配信ライブというのをお送りしたいと思います。どうも私の声というか、こちらの声と映像がそちらに届くまでに10秒ほどかかると思うので、そちらの反応を見ながらというのがなかなかできませんので、こちらもね、誰もいないというのはちょっと寂しいなと思いまして、こちらサイドにも、何人か桜のお客様をご用意させていただきましてですね、お付き合いいただきたいと思います。ありがとうございます。今日は皆さんでこちらと、10億光年先の東京からですね、倉吉と東京を結んで楽しい、少しの間の会にしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。それではですね、今日の素晴らしいメンバーをまず紹介させていただきます。まずなんか確かプロフィールがそちらに前言ってると思うんで、細かい話はね、そちらで見ていただければわかると思うんですが、とても大雑把に簡単に説明させて、紹介させていただきます。オンピアノ、本当に素晴らしいピアノでアレンジもやってくれてます。大橋隆オンピアノ。そして素晴らしいビートでいつも私たちを支えてくれてます。本当に素晴らしいベーシスト、オンベース。田野茂松。ドラムスは私、サバオ渡辺と申します。どうも、倉吉の皆さん。実はですね、私ね、もう40年ぐらい前かな。40年以上前に、倉吉に確かブルーウィンっていうちっちゃなライブハウスがあったと思うんですけど、そこへ行って以来、倉吉っていうのはね、まだ、伺ったことないような気がするんですけども、また機会があったら倉吉にも伺いたいななんて思っております。どうぞよろしくお願いします。そして今日の素晴らしい主役です、シンガーをご紹介いたします。夏山美希さん。夏山美希さんはですね、皆さんご存知ですかね、スター誕生という番組がね、ありましたよね。スタタンとか言ってましたけどね。はい、スタタン。はい、そのスタタン。若い方はご存知ないですよね。いやいや、ですよね、じゃないや。そのスタタンのですね、9回、スタタンっていうのはね、桜田淳子とか山口百恵とかね、そういうそうそうたるアイドルをいっぱいこう、輩出した番組なんですけど、そこのスタタンの9回目の優勝者でございます。その、夏山美希さんが優勝したときに、惜しくもっていうか2位になったのが、今ドラマの女王とね、言われてます、片平渚さんなんですね。その、片平渚さんを破って優勝したのが夏山美希さんだという、すごい方です。その後もね、ミュージカルとかお芝居とかね、いろいろご活躍されてて、それでその後、ジャズシンガーに、で、またこう、活躍されてるんですけども、はい、そのジャズシンガーになった今も、もう、後輩のね、アイドルの卵たちを今育成してる、教えてるとかね、はい、いろいろもう、いろんなことを頑張って、あと、笑いヨガというかいうのもやってるんですよね。笑いヨガっていうのがね、はい、ご存知ですか、はあ、
とっても健康にいいということでね、笑うことを体操だと捉えて、おかしくなくても笑うという、笑う体操、そうです、そういうのをやってます。その先生もやってます。そういういろんなことをやってる素晴らしい方です。夏山美希さん、よろしくお願いします。ありがとうございます。美希さん、今日はね、曲目がね、全部牧野会長さんのリクエストなんですよ。はい、そうですね。それで普通はリクエストを何曲かっていうのはあるんですけど、今日に限っては全曲会長さんのリクエストで、しかもね、曲の順番までこの通りやれっていう指定があったんですよね。そうですね、曲の順番まで指定されてリクエストでやるライブっていうのは初めてなんですけど、おかげさまで曲を考える手間が省けたんで、いい曲ばっかりリクエストしていただいたんで、どうも会長さん、ありがとうございます。ありがとうございます。それでは早速美希さんのステージ始めたいと思います。美希さん、よろしくお願いします。はい、では早速じゃあ1曲ね、聴いていただきましょうかね。リクエストいただきまして、この曲が1曲目ということで、曲順もね決めていただいております。ムーンリバーという曲ですね。はい、じゃあまず聴いていただきましょう。Moon River, wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Oh, dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. To drifters off to see the world.There's such a lot of world to see. Way after the same rainbows end, waiting round the bend, my huckleberry friend, Moon River and me.Moon River, wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Oh, dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. To drifters off to see the world.There's such a lot of world to see. Well, after the same rainbows end, waiting round the bend, my huckleberry friend, Moon River and me.一曲聴いていただきましたね。オードリー・ヘップバーンが歌いましてね、もう有名になりました曲で、今日はちょっと、ジャズワルツというね、こういう感じでアレンジしていただいて、もう大橋さんのアレンジがね本当素晴らしいんですけれども、ムーンリバー聴いていただきました。さてちょっと手の方に皆さんなんか目線がはい、すいません。10日前に普通にそんな焦ってるわけでもなく、普通に歩いていてコテッと転んでしまいましてですね、
骨折してしまいました落ちちゃいましたねえ、本当に笑いましたあの笑うと痛みが軽減されるって言ってね、あの私いつもね笑いヨガの先生でね、笑うとね痛みが軽減するんですよとか言ってね、自然治癒力が高くなるんですとか言ってるから、あのもう転んだ拍子にって笑いましたその後も病院に行って帰ってきてからもずっと笑って、多分早く治るんじゃないかなと思いますはい、すいません、ちょっとお見苦しいんですけど、今日なるべくこう手が隠れる衣装にしようとか思いながら、はい、まあね、でも左手でよかったです、利き手じゃなかったからね、大体でも右手で何でもできるもんだなと思って、はい、ちょっとまあしばらく左手お休みさせてやろうかと思っておりますが、さあ、それでは2曲目リクエストいただきましたね、この曲はですね1960、まあリクエストくださったからね会長さんの方がよくご存知かと思いますけれども、1962年にね、ワーナーの映画のために作られた曲ですね、酒とバラの日々という曲ですけれどもね、ジャック・レモンとリー・レミックという方が主演で、アルコール中毒になってしまった若い夫婦の話ね、そういう話だったんですけれども、曲はとってもね綺麗な曲です、ヘンリー・マンシーニの作曲でございますね、ジョニー・マーサー作詞、酒とバラの日々はね笑いながらそう笑いながら走り去っていくっていう歌詞がねついておりますけれども、まさに私も笑いながら毎晩のように飲ませていただいてますけれども、はい、では早速お届けいたしましょう、酒とバラの日々 The Days of Wine and Roses。The days of wine and roses, love run away like a child at play through a meadowland toward the closing door. A door marked nevermore that wasn't there before. The lonely night discloses.Just a passing breeze filled with memories of the golden smile that introduced me to the days of wine and roses and you.
days of wine and roses. Love run away like a child play through the meadowland toward a closing door. A doormat nevermore that wasn't there before. The lonely night is closing, just a passing breeze filled with memories of the golden smile that introduced me to the days of wine and roses, the days of wine and roses, the days of wine and roses, and you. すごいアップテンポでお届けいたしました酒とバラの日々は笑いながらアップテンポで走り去っていくという、そんな感じの曲でございました。さて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 、はい、この次の曲がでございますね。はい、問題じゃないんですけれども、すごい曲でございまして、倉吉の皆様 ね、 もう喜んでいただけるんじゃないかと思うんですけども、はい、倉吉の歌なんですけども、会長さんがぜひこれをやれと、ね、おっしゃったんですよ ね、 そ, うですね。それで、適当に料理していいからっていうことで大橋さんに、ね、アレンジしてもらったんですね。はい、そうです。それでそのアレンジするにあたって、かなりね大々的にアレンジしたので、倉吉の皆さんがこの歌みんなよく知ってるとなると、ちょっとだいぶメロディー変えちゃったりしてるので困るかなとも思って、ちょっと担当者のね原田さんに、倉吉の皆さんこの歌皆さんよくご存知で歌ったりしますかって言ったら、いや誰も知りませんっておっしゃってたんですねなので安心して大橋さんのアレンジで素晴らしいアレンジになった曲なんですけども、聴いていただきたいと思います。多分ね元を歌よりねいいと思います、こっちのは。そう、私もそう思います、ね、もしかしてこれなんかご当地ソングじゃないけどね、こうなんか売り出したらいいんじゃないですか。絶対売れると思いますよこのアレンジ、はい、ではお届けしますか。早速題名倉吉小唄でございます。はい、倉吉倉吉名物数々あれど、紺のかすりに稲こきせんば、今じゃねえお蚕、米と酒、米と酒、おえいはしろ女の鏡、天女話に朝顔井戸に、ゆかしめ懐かし物語、物語、昔しのばすうつぶき城跡、
今じゃ公園桜の名所、秋はねもみじのからにしき、からにしき、倉吉、倉吉ちょいとで湯の湧くところ、みささかがね戸郷をかけて、大仙ねさまさえ見てござる、見てござる、ありがとうございました。なんかかっこいいですよねちょっとウエストコーストっぽくないですかねえ、すごいかっこいいなと思って、私は気に入ってるんですけど、私の持ち歌にしようかしらこれから毎回ライブで倉吉小唄を歌わせていただこうかしら。ちょ、私出身は岡山なんでね、そう、鳥取のすぐ近くなんですよ。でもまあちょっと海側の方だからね、あれなんですけれども、よく私のおじなんかが大仙にスキーによく行ってましたよ。はい、お隣っていうかお隣ですよね、うん、お隣です、お隣の県なんですね。はいね、でもなんかどうでしょうか、言葉は全然違うんでしょうね、きっとね、岡山弁とはね、なんとかだでとか言うんじゃないのね、日本海側だからね。でもなんかちょっと可愛らしい方言だなと思って、ちょっと YouTube で検索なんかして、なんとかだでーとか言うんでしょあまり余計なこと言わない方がいいか違う、それは発音が違うとか言われるかもしれませんから。はいでは早速次の曲いきましょうかね、これもリクエストいただきましたね。はい、ある恋の物語という曲なんですけれども、日本語の曲も何曲か入れてくださいというようなリクエストもありましたので、この曲日本語で、ちょっと最初のところだけねスペイン語でお届けしますけど、あと日本語でお届けいたしますね。本田美奈子さんが YouTube 検索したら本田美奈子さんが歌ってらっしゃったので、その歌詞でお届けいたします。ある恋の物語。Lleno estás, más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más.人に寄り添うとき、甘いささやきを聞いた。そして口づけて恋の喜びに燃えたあの頃、ただ一筋に命かけたある恋の物語だけど、なぜ忘れられて夢も破れて、ああ消えてしまう恋のかがり火。日限りとも知らず、ひどい定めとも知らず、人の胸に好みを委ねた遠い思い出。ただ一筋に命かけたある恋の物
語りだけどなぜ忘れられて夢も破れてああ消えてしまう恋のかがり火あの日限りとも知らずひどい定めとも知らずあの人の胸にこの身を委ねた遠い思い出ありがとうございました、はい、この一番最後のところのアレンジはサボさんガーって、はい、そこでガーって歌った方がいいっていう、はい、アドバイスをしてくださいサボさんのアレンジでございますありがとうございます、はい、あーよかったうまくいったさてではもう次に、リクエストいただいた曲が、イパネマの娘イパネマって書いてありましたけれどもね、私が歌うとイパネマの少年というふうに歌わせていただきあら、まあ、かっこいいわあの少年背が高くてハンサムでちょっと色が黒くてかっこいいじゃないっていうあでも私のこと全然スルーしていったわみたいな歌詞でございますイパネマの The Boy from Ipanema お届けしますTall and tan and young, the handsome the boy from Ipanema goes walking. When he passes each girl, he passes goes. Ah. When he walks, he's like a samba that swings so cool and sways so gentle. That when he passes each girl, he passes goes. Ah.But I watch him so sadly. How can I tell him I love him? Yes, I will give my heart gladly. But it's there when he walked to the sea. He looks dead at meTall and tan and young, the handsome, the boy from Ipanema goes walking. When he passes, I smile, but he doesn't see.
tall and tan and young, the handsome the boy from Ipanema goes walking. When he passes each girl, he passes goes. When he walks, he's like a summer that swings so cool and sways so gentle that when he passes each girl, he passes goes. But I watch him so sadly. How can I tell him I love him? Yeah, I would give my heart gladly, but it's the way he walks in the sea. He's straighter than I than me. And tan and young, the handsome the boy from Ipanema goes walking, and when he passes I smile, but he doesn't see, but he doesn't see, but he doesn't see. ありがとうございました。あら、もうあっという間ですわね。30分ってね、年を取ると時間が経つのが早くなるって言いますけど、本当にまだ3分ぐらいしか経ってないような気がするんですがとか言って、はい、では、最後の曲になりますか、はい、大丈夫でしょうか。最後はなんかね、アンコールで何かあったんとかっていうふうに、はい、会長さんがおっしゃってくださったんですけども、はい、ただしなんか日本語の曲をっていうなんかね、とてもあの注文が多い会長さんでございますけどもでもおかげさまでこっちもね、選ぶ手間がとっても省けるんでございますよ。日本語のね、ミキさんが歌ってる曲です。すごくいい曲があるんですよ。これがね、はい、私のおすすめの曲を会長さんと倉吉の皆様にお送りしたいと思います。ミキさん、お願いします。はい、やっぱり今本当に去年からずっと1年半にもうね、なりますね。コロナで大変な、時代でございますけれども、こんな時代だからこそ、そしてまた倉吉のね、皆様のこの間の大雨で大変な被害をね、遭われた方々もいらっしゃると思いますけれども、なんか皆さんの元気に、なれたらなと、パワーになんかなれたらなと思いまして、この曲を選びました。さだまさしさんの曲なんですけれども、奇跡という曲をお届けします。どんなに切なくても必ず明日は来る。長い長い坂道登るのはあなた一人じゃない。僕は神様でないから、本当の愛は多分知らないけれど、あなたを思う心なら神様に負けない。たった一度の人生に、あなたと巡り会えたこと、偶然を装いながら、奇跡はいつも近くにいる。大きな愛になりたい、あなたを包んであげたい。あなたは気づかなくても、いつでも隣を歩いて
たい。どんなに切なくても必ず明日は来る。長い長い坂道登るのはあなた一人じゃない。未来の間に流れる川を夢と言うなら、あなたと同じ夢を見ることができたならそれでいい。あなたを包んであげたい。あなたの笑顔を守るために、多分僕は生まれてきた。どんなに切なくても、長い長い坂道登るのはあなた一人じゃない。どうもありがとうございました。ありがとうございます。どうもありがとうございました。倉吉の皆さん、どうもありがとうございました。この声が届くのは10秒後ですので、そちらの、反応が返ってくるのは20秒後になると思いますけれども、またね、ぜひ機会、お会いできる機会があることを楽しみにしています。本当にありがとうございました。皆さん、お元気で頑張ってください。ありがとうございました。